はい。ダイワピュアラブです。クリスマスは、キリストの誕生日、降臨祭ではありません。キリスト教では、聖書の中で、誕生日を祝う人は、異教徒、邪教徒だと書かれています。キリスト教では、誕生日を祝うことは、ダメなことだと、 されているのです。では、クリスマスとは一体何なのかというと、クリスマスは悪魔崇拝者ニムロドの復活を祝う日だったそうです。ニムロドは古代バビロニアの王で、 神に逆らう目的でバベルの塔を建設しています。メリークリスマスとはマジカル、オア、メディメンコミニオン、ウィズ、ニムロド、ニムロドの快楽的な悪魔崇拝の交わりという意味なのです。また、サンタは n の位置を入れ替えると、サタン、悪魔となり、イルミナティを表すものになります。サンタクロースの袋は、プレゼントを渡すふりをして、子供たちを連れ去ることを意味しているそうです。昔の教会には、 それらのことが描かれていたそうです。こちらが本当のサンタクロースになります。また、サンタが赤い服を着ているのも赤イコールイルミナティという意味があるそうです。また、メリークリスマスの X は イルミナティのシンボルマークでもあります。X はイルミナティの前身であるテンプル騎士団のジャック・ドモレーを表すものでもあります。イルミナティ関係団体のスカルボーンズも X をシンボルマークとしてます。 クリスマスの日は、金融市場も、クリスマス休暇ということで、マーケットが休みになります。金融市場を牛耳っているのが、国際金融資本、イルミナティですから、悪魔崇拝者のニムロドの復活を祝う日は、マーケットも休みにしたかったのだと思います。 ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録や高評価、コメントなどよろしくお願いいたします。ありがとうございます。